お久しぶりのご紹介、エルセルモマルシェです。インターネットレディオグッドエアドコン、熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村、1、2、3、GO。熊本県八代市で行われるエルセルモマルシェ、場所は結婚式場のエルセルモ八代アルデアルカサールっていうんですが、あちらでですね、毎月行われていますエルセルモマルシェ、コロナにも負けず本当にね早い段階で、再スタートをしているわけなんですけれども、そんなエルセルモマルシェが6月の16日木曜日行われます。朝10時から午後3時まで県内から63店舗が大集合ということで、今回もですね、外側にはキッチンカーがやってきて、今回はオーシャンの唐揚げもありますね。そして飲食店が中にずらり、さらに、リラク美容ハンドメイド品などがたくさん売られております。最近目玉になってるのが占いの館ですね。なんか最近すごい人気みたいで、今回は4組かなの占い師さんたちが、来ていただけるそうでございます。なんかめっちゃ人気でね、待ち時間もあるみたいなので、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。そしてですね、ガラポン抽選会、こちらも行われておりまして、からくじなし、チラシを持っていくと、チャレンジができるんですけど、チラシは会場に置いてあります。それをゲットしていけばいいんじゃないかなというふうに思うんですが、まあこの平日にね、毎回行われていますエルセルモマルシェ、6月16日木曜日に行われるんですけれども、今回はこのエルセルモマルシェだけではなく、もう一つあります。なんと普段結婚式場ですから土日ってほぼ空いてないんですよ。空いてないんですが、なんと6月の19日日曜日、サンデイエルセルモマルシェが開催決定です。おめでとうございます。つまり普段平日だからなかなか行けねえよなっていう人たちも行くことができるということで、今回これはちょっと注目していただいた方がいいんではないかなという話なんですが、6月19日、日曜日朝10時から午後3時まで行われるそうでございます。出店店舗ももちろんありますが、他にもですね、成人式の振袖試着体験などが行われるんだそうでございます。さらにドレスの試着も無料ということで、まあその親子でね、お友達とっていう感じで、プリンセス体験をしていただこうと、そんな企画にもなっているんだそうです。もちろん、子供たちのベビーキッズドレス&タキシード試着撮影会も行われます。でですね、なんと同時開催で、こちらに来ていただいて抽選券を、ゲットしていただきますと、浴衣プレゼント企画、はい、こういうのが行われているんですね。で、この日にですね、行かれて浴衣をゲットしていただくかもしれないということで、ぜひですね、この浴衣のフルセットを10名様に、プレゼント、まあ、この抽選が行われるそうでございます。はい、ですのでぜひ皆さん、6月16日木曜日と6月19日日曜日行われますエルセルモマルシェ、ぜひこちらに遊びに行ってみられてはいかがかなというふうに思います。まあ、普段行けない人は日曜日に、でもやっぱり店のこう揃いって考えたら木曜日、ぜひですね、お出かけいただきたいと思います。県内から63店舗が、大集合の、セルモクラブカード加盟店フェアということで、エルセルモマルシェ、ぜひこちらにお出かけください。場所は熊本県八代市のエルセルモ八代です。詳しいお問い合わせは0965-433390、 0965-433390 番までお問い合わせをください。あとですね、エルセルモからなんですけれども、8月6日熊川祭りという八代のお祭りが行われます。久しぶりです。コロナでずっと中止だったんですけども、この熊川祭り第55回八代熊川祭りが行われるんですが、その会場の方でも浴衣撮影会を行われる予定ということになっているんだそうでございまして、ぜひ浴衣で皆さんお出かけいただきたいと思います。というわけで、6月16日そして6月の19日木曜日曜と行われるエルセルモマルシェご紹介しました。 Thank you for your listening. Good air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、
メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。